広報の役割ってメディアの方に届けるだけじゃなくて、生活者の SNS でも広げていく、新規性が含まれた動画、それを広告でも発信していくので、広報と宣伝の部署に主に活用いただけるようなパッケージかなと思っています。弊社が運営しているプレミアムアドネットワーククラフト、これを使いまして出版社様中心とした良質な媒体に動画を流通させていきます。今回の共同商品が、なんかこう攻めようとするとか、変革しようとしている広報の方いっぱいいると思うので、そういう方々のなんか媒力装置になればいいなと思いますよね。アドネットワークのクラフトは商品と相性の良い記事内で広告表示されるので、動画を見ていただくことに適していて、営業や広告の部署でも有効活用していきたいと考えています。